は館林市羽根つく旭町にある千代田うどんさんに来ています。駐車場広いです。おしゃれな外観、創作うどんが食べられるということで、館林プリンうまげー、麺打ちがありメニューです。こっちにもメニューです。お酒のグラスが並び、お、ぶらさた来てる。店内はテーブル席4席、グレーな床がおしゃれです。おしゃれな小上がり席が1つ、私たちはここへ。お箸の袋もすごい。メニューです。オールハンドメイドの響きいいな。アレンジうどんがたくさんあります。料理名も斬新、カルワナーラは一番人気だそうです。すべての料理の横に料理説明、移転されたそうで記念メニューもあります。卵が素晴らしいらしいので卵メニュー多め。カルワナーラ870円、ドルリン、わーお、なんだこれうまそう。こんがりのベーコンがたくさん、上にはペッパーかな。卵の黄身には驚いたね。黄身ではないオレンジ、マジでうまげー。ベーコンはこんな感じです。数を数えたら11枚入ってました。こんがりベーコンが合いそう。卵掴んでみよう。だいぶかっちりした弾力のある黄身です。これを混ぜていきます。千代田うどんはひらひら麺、こういう変わり種うどんは初です。やっぱうまそう。横の醤油を半分入れるそうです。残りの半分は後で使います。これをまた混ぜてと、色は一気にオレンジになります。ベーコンとこう食べたらやばそう、よだれだらり。千代田うどんうまそうです。それではいただきます。うどがぶ、なんだこれ超うまい。パスタよりうどんの方がいいかもしれないです。ベーコンも食べます。んー、この塩っ気がたまらん。卵が濃厚、このペッパーも美味しいんですよ。卵が絡んで最強の美味しさです。うどんのひらひら感もいい食感、うますぎる。プラス70円で追い飯です。さっきの箱に半分加えます。 TKG 風になるのかな。もう言うまでもないよ、絶対的にうまいよこれ。スープと醤油を絡めてと、ご飯は店員さんが入れてきてくれます。どや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 、うまげ。それではいただきます。ガブリ、うわーやっぱうま、おしゃれすぎる TKG って感じです。米もう一つくださいって言いたい、これはたまらん。館林オミライス980円、ドロリン、なんだこれうまげー。乾燥パセリにたっぷりケチャップ、卵を贅沢に3つ使っているそうです。このトロトロ半熟やばい。しかも真っ黄色です。緑赤黄色、まるで信号機のようです。裏面の卵はこんな感じ。ふわとろの卵久々だな。それではオムライスを割ってみましょう。なんかもったいない感じしますよね。ご飯詰まってます。中のご飯濃いですね。鶏肉が豪快、これはもう間違いなさそうです。中すんごー、玉ねぎも大きめです。それではいただきます。オムガブ、ご飯すごい濃いめです。でも優しい卵がめっちゃ合う。
卵がトロトロで食感もいいです。これは本当にうまい。大きい玉ねぎもとっても柔らかいです。鶏肉はこんな感じ。でかすぎる。オムライスの中の鶏肉がこんな大きいの初めてです。よっしゃ鶏肉食べるぞー。こんな大きいのにすごい柔らかいです。館林プリン380円。ドロリン。このプリンはこのお店の自慢の品。可愛い陶器でできた容器に入っています。カラメルたっぷりで美味しそうです。それでは中を見ていきましょう。お、かっちり系です。弾力がすごすぎる系。すんごいオレンジですね。これは見てわかる濃厚さです。中はこんな感じ。もうかぼちゃみたい。それではいただきます。プリガブ。わあ、卵の味すごっ。口に入れるとねっとり食感。プリンはない時もあるみたいなので、食べたい人は電話で確認してから行ってみてください。何度見ても濃すぎる。カラメルも濃厚。すごすぎる。カルワナーラ、ごちそうさまでした。オムライス、ごちそうさまでした。プリン、ごちそうさまでした。それでは振り返りです。私このお店バッチリハマりました。カルワナーラもオムライスも卵やばい。うどんのカルボナーラは斬新でした。濃厚プリンもおすすめ。本日はごちそうさまでした。